いらっしゃいませ。今回はメッシュ変形やっていきます。先日ですね、クリッピングマスク動画でこの動画出した時に、あ、そういえばここメッシュ変形使ってたなと思って、今回ですね動画としました。ハヤトロックメッシュ変形チャンネル。はい、そもそもメッシュ変形とは、はい、ここにまあ先ほどですね使ったチェック柄の素材ですねがあるんですが、通常の変形ツールだと、はい、こんな感じで直線的な変形が基本になります。はい、対して今回の主人公のメッシュ変形はこういった網目状に移動ポイントがある変形ツールなんですよ。見えますかね、ここにポイントが、はい、ここにも、はい、もちろん外側もいけます。はい、こんな感じでですね、通常の変形ツールとは違って曲面的な変形をさせることができます。はい、それではですね、まずツールプロパティの方を見ていきますね。こちらですね、まずここですね、一番左のやつ、現在の変形をリセットってやつですね、これを押すと、はい、元に戻ってくれます。網目のポイントをですね動かしまくってよくわからない形になっちゃった時にですねリセットできます。はい、そしてこちらのボタンですね、ここ、はい、左右反転ですね。はい、こんな感じで左右反転ができます。はい、もうそのまま続けて、これですね、上下反転ですね。はい、でその横もですねついでに言っときましょう。確定ボタンとキャンセルボタンがあるんですが、ここはもうこっちにあるやつ、ここにあるやつと同じです。はい、じゃあ続きましてこちらですね、はい、ここベクターの太さを変更というボタンがあるんですが、ここまずチェックなしの方をやりますね。はい、この状態で変形ツール使いますとこんな感じなんですが、はい、ではここをですねチェックを入れますと、ベクターの太さを変更というのを入れますと、はい、線が太くなったの分かります？ちょっと分かりづらいかな。はい、ちょっと画像を横に並べてみますね。はい、じゃあそのまま次いきます。元画像を残すってやつなんですが、はい、チェックを入れて変形すると、はい、どうやら2本に分かれてますね。はい、元画像が残ったまんま形を変形できます。はい、一旦確定しますね。でもですね、はい、ここ見てみてください。はい、拡大してみますね。同じレイヤー内にですね、元画像も変形画像も残ってるの分かります？この1枚のレイヤーを非表示にしますよ。同時に消えますよね。ってことは同じレイヤー内に変形した画像と元の画像が残ってるんですよ。なので元々の画像をですねバックアップとして残しつつ変形するっていうのとはちょっと違いそうですね。はい、なのでバックアップとして残したい場合はですね、変形する前にコピーしてペーストで復元してですね1枚バックアップとして取っておくことが重要かと思います。はい、じゃあ続いて、はい、でその下ここですね、ちょっと一旦飛ばしますね。でさらに下、保管方法っていうところで、ここですね、滑らかかっこオーバーサンプリング法っていうのと、ハードな輪郭ニアレストネイバー法っていうのがあります。これですね、一旦こちらにしますね。はい、滑らかオーバーサンプリング法っていう方でちょっと変形してみますね。はい、こちらが滑らかの方ですね。でもう一枚こっちを、じゃあハードな輪郭で変更してみます。はい、はい、それじゃあですね比較してみましょう。はい、どうでしょう。はい、動画上でももしかしたら 1080p とか画質をきれいにしなきゃ見れないかもしれませんが、滑らかの方がやっぱり滑らかに見えません？ハードの方がやっぱちょっとギザギザってなってますよね。この辺極限までいきますね。はい、どうでしょう。あ、ここまで行くと結構見やすいですね。こっちがハードな方です。で、こっちが滑らかな方ですね。はい、正直ですね、あんまり違いは分かんないんですが、大きく拡大してみると確かに滑らかだったりハードだったりします。が、やっぱり僕的には大きな違いはないのかなとは思います。一応ですね、初期設定的には滑らかの方がですね選択されているので、クリスタ的にはこっちを優先して使ってほしいんだと思います。私の出番はいつですか？あ、来た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 。はい、そしたらですね、先ほど飛ばしましたが、ここですね、縦と横の格子、網目のですね数を増やしたり減らしたりできる設定項目ですね。正直ですね、メッシュ変形でまともに触るのはここぐらいだと思っています。網目が多いほど複雑にですね変形できるんですが、実際ですねスカートの方に貼ってみたいと思います。はい、ちなみにですね、最大は10ですね。10×10 の網目まで増やすことができます。
はい、スカートはですね、丸く円柱円錐っぽい形ですよね。編み目ポイントも多い方が細かく曲げられるので、これぐらいの数でちょっと進めていきますね。はい、おそらくこの辺早送りになってると思います。はい、こんな感じかな。それではここですね、クリッピングします。はい、スカートだけに乗りました。あ、ちょっと雑だったかな、すいません。もっと時間かければですね、ちゃんとスカートの形に沿ってできるかと思いますが、だいたいこんな感じですね、イメージとしては。はい、もともと真四角だったのがこんな感じですね、ぐにゅーんって曲がってスカートの形に沿って貼り付けるっていう形ですかね。はい、あとですね、使用例としてはこんな感じでシャツに書かれた文字とかですかね。ちなみにテキストの状態では変形ができないので、レイヤーのラスタライズから先ほどのこのテキストをですね、画像化します。はい、そしたらここメッシュ変更ですね。あ、ちなみにすいません、最初に言うの忘れてたんですが、メッシュ変形今僕ここにですね置いてるんですが、本来はですね、こちらの変形からここ変形のここですね、メッシュ変形というのがありますので、ここから出してください。で、ここに置きたい場合はですね、ここのバーを右クリックしてコマンドバーの設定、そうするとこういうメニュー欄が出てくるんで、ここの編集のとここですね、変形の中にメッシュ変形というのがあるので、選んで追加っていうのを押せばここにですね出すことができます。で、このシャツに書かれた文字ですね、これをメッシュ変形で、はい、こんな感じで形に沿ってですね変形させたりとかが、まあ主な使い方になるんじゃないでしょうか。先ほどのようなスカートとかですね、服につける柄だったり、まあ文字ですね、まあ、もちろんシャツとか着物だけじゃなくって、背景とかですねに文字を載せるときとかもメッシュ変形を使うことでいろんな形に変形することができます。通常のですね、拡大縮小回転の変形ツールに比べると出番はですね少ないかもしれませんが、あると便利だとは思いますので、使ってみて覚えてください。いつも動画を見てくれてありがとう。お疲れ。はい、それではですね、今回のメッシュ変形の解説はこれで終了です。どんどん機能を使って覚えて作画スピードを上げていきましょう。作画時間を短縮できれば、その余った時間で背景を増やしたり、小物を増やしたり、ペン入れをいつもより丁寧に描いたり、加工を増やして絵のクオリティ上げにつながります。当店ではこのような感じで絵に関する情報や知識、ちょっとしたテクニックでイラストがグレードアップしたり時短できる Tips を紹介解説しています。概要欄や上から出てきますおすすめカード、はい、こちら、またエンディングに出てきますリンクから再生リストにアクセスできます。もしも気に入っていただけましたら、チャンネル登録お願いします。コメントもものすごく嬉しいです。お気軽にご意見ください。高評価もですね押していただければ喜びます。はい、それではですね、今回も最後までイベント参加いただきまして誠にありがとうございました。また次回のご来店もお待ちいたしております。それではまたね、バイバーイ。